佐々木八十八佐々木八十八五月三日から九百五十七年九月十九日は、日本の実業家、政治家。佐々木営業部の創業者で、大阪府多額納税者であり、貴族院多額納税者議員、台湾移出同盟会会長なども務めた。娘に、ファミリア創業者の坂野厚子。京都の十二代、もしくは十一代続いた、交渉、佐々木家に生まれる。 父親は十代目、当主、佐々木康介の没後佐々木家に入府してお安家を継いだ、宮島玄蔵。子供の頃より貿易に従事することを志し、1890年に、白来雑貨商社に入社した。11代目となるはずだった、伊府家の有事が溶接したため1892年に、佐々木家家徳を継ぐ。1902年4月、大阪にて、 資本金2万円にて、諾来雑貨賞として、個人商店の佐々木88営業部を設立する。ただし、日本の流通100年には設立は2月で、資本金500円にて、屋号も佐々木営業部とある。当初の取扱い商品は、毛制肌着、香水、カミソリ、毛布、羽布団、タオル、帽子、ネクタイなどであった。商売は軌道に乗り、 神戸に住居を構えて1918年には三女の厚子が生まれている。1922年4月、イギリスのエドワード大大使が巡洋船艦レナウンに乗船して訪日した際、佐々木は同艦の艦名を気に入ってレナウンの商標登録を指示したが、これについては以前から国産ブランド確立のためブランド名を探していたと見られる。1923年、 レナウンの商標登録に成功し、昔ライ今レナウンなどのキャッチコピーが使われている。同年には、大阪市東区会議員になり、会社経営を、小野江雪蔵に任せて政界に進む。1931年8月31日には、貴族院多額納税者議員になる。立憲政友会系統の同和会に属して、同会幹事に選ばれ、 帝国議会貴族院議事経過報告書を取りまとめた。1941年1月13日付の大阪毎日新聞では政府より実局突破の協力要請に選ばれた貴族院議員54名の一人として名前が挙がっている。1947年5月2日、貴族院の廃止に伴い同院議員を退任した。なお、 その後の佐々木88営業部は1926年に佐々木営業部に称号を変更し同年高級メリアス製品の製造業としてレナウンメリアス工業株式会社を関連会社として設立脱輸入国産化に取り組む1931年には東京日本橋に株式会社東京佐々木営業部1935年には 大阪にも株式会社大阪佐々木営業部を設立する。1938年、東京、大阪の両企業を株式会社佐々木営業部に合併し、また東京しかまたく羽田に大規模メリアス工場を完成させた。この頃、名実ともに高級メリアス製造にて、佐々木の企業は日本トップになっていたと見られる。戦時中の1942年には、 レナウンメリアス工業株式会社が東京編織株式会社と解消。1944年に企業再建整備法によって交渉株式会社に吸収合併されである。一旦、佐々木営業部は消滅9月、佐々木88の移行を受けて独立再発足。徳富祖宝との交友があり、徳富祖宝記念館には7通の書館が残されている。 ありがとうございます。